それではいきます。バッヘルベルのカノンです。Thank you.
弾く位置を意識していろいろ合わせてやってみました。ちょっと強い音を弾きたいときには駒の近くを弾いて、そうじゃないときは一番寄りを弾いてっていうのをちょっと考えてやってみました。